はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の高次動関数丸三をお送りします。で、板書の関係でなんですが、今回1問のみとなっております。まあ、なのでね、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、すごくね、有名な問題で、まず Y が与えられてます。今回 3X となってますけど、で、その時に N 次動関数ですね、まあ、N 回微分したものがこうなることを証明しなさいという問題で、これは攻め方が機能法を使っていきます。ちょっと懐かしいですよね、数学的機能法で。機能法なので、まあ、場合分けで攻めていくんですが、まず、これですね、証明したいものを、まあ、途中式絶対に書かされるんで、3x プラス、2分の nπ。まあ、これを、まあ、何でもいいんですけどね。まあ、文字を使って a とするとか。で、1行置いといてください。で、場合分け行きましょう。で、簡単に機能法の復習をすると、機能法はま、主に2つに場合分けをしていって、1個目が n イコール1。の時が成立するかどうかをまず示していきます。1の時ですね。じゃあ、その A をね、もう置きましたけど、N に1ってことは1回微分したものですよね。つまり、N に1を入れるので Y ダッシュになります。イコール、ここにも1を入れると、sin、X プラス2分の π となります。まあ、つまり X プラス90度ですよね。で、これを、サインをちょっと形を変えていくんですが、これ変えると、cos(x) になります。で、これもちろんね、公式で覚えてる方はそれで構わないんですけど、例えばちょっとね、なんだっけって思う方は、まあ、適当にこう単位円を書いて、まあ、自分のね、思い出し方ですけど、単位円を書いてもらって、今、x と x プラス90度の話をしてます。で、いつも x をこの辺に置くの。まあ、30度ぐらいのポジションで。これ X とします。そうすると、X プラス90度っていうのは、ちょうど90なんで、ここに来ますよね。これが X で、こっちが X プラス2分の π。まあ、90度ですね。で、今、sin っていうのは Y 座標です。cos が X 座標なんで。で、X プラス2分の π、ここの Y 座標っていうのは、ここですよね。つまり、0からだと、よく自分が離れてるとか近いって言い方をするんですけど、離れたポジションに来ます。離れたポジション。じゃあ、それを X に置き換えたとき、X の離れてるのは、ここなんですよ。こことここが一致するの。で、X の、X もいいね。X の X 座標って言うと悪いけどね。X 座標なんで、こっちは cos(x) になります。つまり、ここの Y 座標は、ここの X 座標に一致するから、sin のこれは cos に変わるよって。で、もう一個チェックするのは、ここはプラスです。で、ここもプラスなんで、プラスプラスだから符号は変えなくて大丈夫ですよねっていう。まあ、回りくどいかもしれないですけどね。自分はもし、あれって思った時はいつもこれで思い出すようにしてるんですが、まあ、余談なんだけどね。まあ、もしよかったら使ってください。で、なんでこれやったかっていうと、今 Y ダッシュが cos(x) に変わりました。これを使ったらね。で、今もともと Y はこれですよね。で、これを Y を一回微分すると、これって Y ダッシュイコール cos(x) になるじゃないですか。つまり満たしますよね。ちゃんとなってるから。こっちにしたものとこっちにしたものが一致したんで成り立ってると。つまり、n イコール1の時、a はちゃんと成り立ちましたよって。これが一つ目ですね。機能法の。で、次です。まあ、機能法のメインはここですよね。次は n イコール k の時に a がそのね求めたいとか使いたいやつごめんね、成り立つと仮定するんですよね。 n イコール k の時に a が成り立つと仮定すると、つまり今 k を入れて使っていいよってことなので全部入れちゃいます。つまり y の軽快微分、つまり軽自動関数ですよね。したものが、sin、x プラス2分の kπ と。これが成り立つと仮定します。仮定してるので、これ使って OK です、今は。OK になりましたと。で、この時に、
K プラス1、次だよね。L の、あと K の次の部分で、それが成り立つことを示したいと。で、まず、これを使っていいってことになったので、これ、一回微分します。そうすると、これ、右側行った方がいいかな。まあ、一応行きますわ。結局は、K プラス一回微分したものを証明していきたいので、これを出したい。で、今、K プラス一回微分っていうのは、Y の K 回微分をもう一回微分すればこれになりますよね。Y2 ダッシュを微分したら Y3 ダッシュになるように、K 回微分したものをもう一回微分すればこれになる。つまり、Y の K 回微分をもう一回微分しましょうと、こいつをね、微分しましょうっていう話。で、これはサインをコサインに変えるだけなので、コサイン X プラス2分の Kπ とこうなります。ここ置き換えてるんですけどね、結局微分しても1になるので、まあ何もかからないっていう。サインがコサインに変わるだけで OK ですよと。ただ、これだけだと、K プラス1の時に成り立ってるってことが言えないので、まだ。じゃあどうするか。で、基本的に、もちろんね、先の道が分かってれば、問題ないんですが、機能法っていうのは先にゴールをちゃんとはっきりさせておくといいです。で、どういうことかっていうと、結局、K プラス1、これが成り立つように言いたいんですよ。K プラス1の時。つまり、ここの N に K プラス1を入れると、K プラス1イコール、サイン X プラス2分の、K カッコ K プラス 1π と、ここに行ったん。ここまで持ってこれれば、ほら成り立ってるでしょって言えるので、つまりゴールはここなんですよ。だから、こっからここに持っていきたいんです。で、どうするかっていうと、まあ、コサインからサインに変えてるので、結局はさっきのを使います。まあ、もっと言っちゃうと、結局これがこれになってるってことを言えばいいので、サインね。まあ、そこ、先書いちゃいますか。X プラス、カッコにしよう。2分の Kπ プラス2分の π っていう、ちょっとややこしい書き方をします。今若干崩してますけど、これとこれ同じね。2分の Kπ 足す2分の π ってこうくっつける、まあと通分するとこれになるので、こうなってる。で、なんでこんなことしてるかっていうと、ちょっと消しちゃいますね。さっきの単位円もう一回戻りましょうか。こうなった時に、まあ、ここが基準になって、こいつの90度足したのがこっちなんですよ。だからさっきとも同じね。じゃあこれをさ、また、ちょ、A っていう、もう同じの使っちゃうけどね。これ A だとしてください。で、上が A プラス90度なんで、ここになります。A プラス2分の π。今、ここのコサイン、つまり、ここの X 座標、ここは、90度ずらした時の、Y 座標と一致します。両方遠い遠いなんでね。で、同じく符号はプラスプラスなので、こいつはこれと同じですよって。まあ、さっきとほんと同じことやってるんですけど。で、書き換えることができますと。で、これを、まあ、さっきね、ゴールの部分、これ消しちゃいましたけど、書き換えれば、どうしようかな。カッコ、さあね、使った方がいいか。サイン、X プラス、2分の、カッコ、K プラス1、π、中カッコ閉じと、こう書くことができました。つまり、K の時に成り立つと仮定して、それを使ってやっていったら、K プラス1の時に、これが成り立ってますよ、A が。っていうことが言えたので、よって、N イコール、K プラス1の時に、A が成り立ちましたと。機能法はこの2つですね。スタートの N イコール1の時に成り立ちますっていうのと、 K の時に成り立つと仮定して K プラス1の時に成り立つことが言えれば、もうこれでフィニッシュなんで OK ってなるので、じゃあ最後、1と2まとめて、1、2より、どうしようかな、全ての自然数の方がいいか、より A は全ての自然数 N に置いて成り立つと入ったよ。これで終了となります。
いいかな。ぜひね、まあ、この問題、ほんと、ちょっとタイプが違う問題も出てくるんですけど、このタイプは全部機能法でこうやって解くことができますので、ぜひこんな感じでやってもらえたらと思います。では、今回はね、高次導関数丸三1問のみだったんですが、この問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。